こんにちは、チョメです。5年目第25章。授業、マフリアート、やっていきますね。妖精の呪文学の教室。ハリー・ポッター・ホグワーツの謎、やっていきますね。これは何だろうね。耳になんか詰めてる感じやけど。マフリアートの呪文の講義。妖精の呪文学へようこそ。今日の授業は、マフリアートの呪文についてだ。耳の中に、密かにビューという雑音が聞こえるか、それはマフリアートの呪文がかかっているかもしれないぞ。マフリアートの呪文に関する講義を用意した。まだ耳が聞こえている間によく聞いていくように。なんかな、ブーっていう音が聞こえるんか。この呪文を使ったら怒られるかな？これやってる間もなんか聞こえる感じだったらいいんやけどな、雑音が。別に隠れるようなことなんてないから、この呪文は使わないだろうな。じゃあ冗談を言おう。この教室全体を雑音に。まあ、要するに雑音の呪文か。どこで使うんだろう。きちんと聞いていたかな。それでは問題を出してみよう。なんか嫌がらせの呪文だよな、ある意味。対象の耳を何でいっぱいにする。水、正体不明の雑音、耳くそ、真ん中ですね。正体不明の雑音。こういう質問っていいよね。今習ったばっかりだから。素晴らしい。はい。マフリアートの呪文の実演。それでは実演に移るとしようか。お、構えてるね。じゃあ見よう。フリッドウィック先生は杖のコントロールがすごいな。おしゃべりしよう。ブーって雑音が聞こえないか。じゃあ餌にしとこっか。どうせ15とか餌あげてももらえるからね。集中力の練習をするぞ。集中しましょう。はい。素晴らしい。まあ、いつも通り構えとかかな。マフリアートの呪文の詳細。マフリアートの呪文に関する詳細を知りたければ、教科書を見るように。教科書見ましょうか、じゃあ。ホグワーツでいたずらするには、もってこいの呪文だな。最近すごく静かだな。勉強しないと。書き写す。たくさん書くものがある。この単語の意味を調べないと。勉強しよう。餌だな、また。特にこれに焦点を書きなさい。置きなさいか。素晴らしい。マフリアートの呪文を唱える準備をする。マフリアートの呪文を練習するぞ。突然耳が聞こえなくなるかもしれないので、心の準備をしておくように。ここでマイクがちょうど切れたらどうしよう。舌が絡まっちゃわないように気をつけよう。ローマンはどうしてそんなに楽しそうなんだろう。いくつか用語があるけど、どういう意味だろう。じゃあ、杖を振ろう。こんな感じでいいのかな。はい、待ちましょうね。チョメです。ある程度回復してきたので、続きをやっていきますね。まあ、いつも通り、上から下にね、振り下ろす感じですかね、杖を。アフリマート。はい、呪文を唱えましょう。あ、これもう呪文唱えんの？難しくね？オッケー！難しかった。すっごいゆっくりやった。これね、手を離さんかったらね、すごくゆっくりでも大丈夫みたい。早くやらんやいけんかと思ってたけど。はい。知識をテストする。あ、最後が知識になったんだ、今回。勉強ならいつでもいいよ。いきなり実技が来たからびっくりしちゃった。フクロウについて考える。もうフクロウか。もうすぐフクロウの試験だなんて信じられない。終わったんですけど、私。終わりましたよ。母さんからフクロウが来るっていうのが、なんかちょっと間違えちゃったのかな。内容を覚えているか、互いに問題を出し合おう。もう、アフリマートはどんな時に使うといい？部屋を静かにするとき、耳から耳くそを取るとき、盗み聞きされないようにするとき。あ、一番下か。なるほどね。でも、ある意味自分たちも聞こえんよな。何言ってるか。はい。まあ、一応使い道はあるみたいだね。はい。ゲット。では、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね。バイバイ。ありがとう。失礼します。みんな勉強してるね。袋は終わったよ。